1947ジミー・ウッドこと、ジェームス・ブライアント・ウッドはアメリカのジャズベーシスト。父親は音楽の先生でピアニストだった。ボストンでピアノとベースを学んだ。ボストン大学やボストン音楽院でだけでなく、フィラデルフィア・アカデミーで。彼が演奏したのは、フリップ・フィリップス、サラ・ボーン、エラ・フィッツ・ジェラルド、チャーリー・パーカー、ナット・ピアース、シドニー・イベシェ、ビリー・ホリデー。 ジャッキー・バイヤード、アール・ハインズ、ジミー・ウィザースプーンとマイルス・デイビスなどと、1955年に、デューク・エリントン・オーケストラに参加し、エリントンの録音の多くに登場し、スウィート・サンダーや、エラ・フィッツ・ジェラルド、デューク・エリントン・ソングブックを歌うだけでなく、歴史的な1956年の、ニューポート・ジャズ・フェスティバルのセッションにも参加。彼は、ヨーロッパに去った1960年まで、 同オーケストラに滞在した。ジミー・ウッドの歌、ジャスト・ギブ・メ・タイムは、カーラが1966年にカバーし、アルバム、カーラヘイキ・ソルマント・トリオに収録され、2004年にフィンランドのチャートに入った。彼は、ケニー・クラークイコール・フランシー・ボランビッグバンドのオリジナルメンバーで、1995年に、ライオネル・ハンプトンのゴールデン・メン・オブ・ジャズとツアーした。2003年には、 ドイツのジャズミュージシャン、コメディアンのヘルゲ・シュナイダーとツアーし、若い世代に知られ、ウッドは2004年の長編映画、ジャズクラブに出演。彼は、自宅で78歳で2005年4月に死亡した、リンデンウォルドで、死因は手術後の合併症。ウィズ・ケニー・クラーク・ウィズ・テッド・カンソン・ウィズ・エディ・ロック・ジョー、デイビス・アンド、ジョニー・グリフィン・ウィズ・ネイサン・デイビス・ウィズ・エリック・ド・ルフィー・ウィズ。 ポールゴンザルベースウィズ、ジョニー・グリフィン・ウィズ・ミトロギー・ウィズ、サヒブ・シバブ・ウィズ・サンバーズ・ウィズ、クラーク・テリー・ウィズ・マル・オレドレン。ありがとうございます。